じゃあこのタイミングで出します情報。うん。あ、弁当動いてました。おお。レッツゴー、ワンツースリーレッツゴー、響かせよ水平線まで、ダッティスランナウェイ。緑、紫、またうるせえって言われる。これね、隣の人に壁ドンされてる人は何人かいると思うの。これ視聴者さん、ああ。緑、紫、水色。二次プロジェクトでしか聞いたことないから、全然歌詞わかんない。緑、紫、水色。ジンギスさんが、ナビゲーションの、この字の通路の右下あたりで死んでました。この字、この字、あれ？そうですね、右側先にいますが、あの今話しました赤紫水色と、私か緑か、赤紫水色緑が右にいたはずです。ウェポンでやってたの誰ですか？センターの僕、僕多分センターさん。私は O2、 あ違う、私ウェポンの上のダウンロードなんで、はい、いや、僕 O2 に直行して O2 のタスク2つやり終わった後に O2 に入っていく2人を見かけて、1人がセンターなのは覚えてる。もう1人は多分私、うん、上行ってますよ。やってたのは僕だけ。ああ、了解了解、うん、僕はあのスマッ一番最初にウェポン入ってたような気がしてたけど、その前に行ってたのかな。最終位置は皆さん、私ナビゲーションです。竹はエレクトリカルです。コミュニケーションマシャカリストレージ、マシャカリストレージです。竹はアドニーストレージの入り口あたりですかね。あ、全然わからなかった。サンタさんナビゲーション、そうだから結構びっくりで、ナビゲーションの前通った後のでタスク始めたとこかって多分 7,8 秒くらい通って、 7,8 秒くらいで発見レポートが押されたんで、なんか結構セルフに見えちゃいますけども、私があの、あえて言いますけど黒い位置にいるかなと思ってます。見てないけどな、ナビゲーションで中まで見たのが、いやだから見えなかった可能性もある。うん、でとりあえずエレクトリカルの停電アドミン最初最後いた人とかは、アドミン最後いたのって竹尾さんかな。竹尾、初手が、メドベイでタスクやってからアドミン入って、アドミン、停電起きたからアドミン見てたっていう感じで、ナビゲーション何人かチラチラ動いてるのを見たんですけど、シールドの方は見れてないですね。一本も入ってないですナビゲーション。神宮寺さん殺人事件の方が詰めれそうですねこれ。そうだね、容疑者の回数まず私怪しい位置にいるんで私をします。はい、はい、一緒に押そうか。弁当動いてたね。ちょっとね、出すタイミングをどうしようと思って。アントさんが竹尾さんかなってなると。ナビゲーションっていう必要あるか、でも。竹尾さんがアドミに誰もいないの知ってて、かなぁ。はい。じゃあこのタイミングで出します、情報。うん、あ、弁当動いてました。おお、弁当で、かつ神宮寺さんは1秒前ぐらいに見てて、本当に1秒ぐらい前に見てて、ナビゲーションからさ出てさ、まあ、壁あるじゃないですか、この字の分かる、ああこの弁当、そう、その辺で神宮寺さんが下行って僕右行って、やっぱ戻ろうと思って戻った瞬間に下になってて、弁当がガチャコンって閉まりました。開いた弁当はナビゲーションの中ではなく、この字の下のところ。この字の下。この字の下。だから、アドミンとカフェテリアに繋がってる弁当です、ね。そう。ああ、なるほどね。はい、だから、ちょっと、あえて先に言わなかったのは、アドミンに誰もいないっていうのを分かってて、弁当でアドミンの情報を見た人が最終位置アドミンっていうかなと思って、言いました。竹尾アドミンですね。どうなんやろうな。センターが
空いてましたって嘘をついてるか、竹雄さんがその嘘を狙ってるのか。いや、わからん。か、もしくは、まだ弁当の中にいて、うん、竹雄さんが本当にアドミンにいるかもしれない。じゃあ、ワンチャンその弁当から入って、アドミンに出ようとしたら竹雄さんがいてみたいな可能性もあるってことよね。出れなかったみたいな。でもそれだったら、アドミン情報はね、アドミンにいいになるはずだから、それ。あ、じゃあ、アドミンにはついてないってことか。そうか、竹雄さんが。そうだね。弁当行ったのか。だから2になったらもう驚いて逃げてって思うから、うん、カフェテリアにいた人いないんだよね、最終位置が。カフェは分かんないけど僕は行ってないよ。僕多分一番最後にいたのは僕だと思うんですよ、ね、カフェテリア行って、で最後の方にストレージの北だって言ったらポーンってリポートされましたね、うんうんうん、カフェ人数までも覚えてないな。アドミンは見てないから分かんないな。竹雄さんが真ならば、センターも真ならば弁当の中だね。とはいえ、どっちみち右じゃないですか。うん、右にいますね、多分。サントスさんとかの。そうだね、そうだね、そうそうそう。うん、絞ってサントスさんも見れてないって言ってるからね、先端はね。竹雄さんと僕が押しましょう、ボタン。攻撃ボタン。詰めれんのかな、これ。なんかね、あとの会議でも言おう、いや、言うしかないかな。弁当から出てきて、弁当に戻ったっていうのがなんか自然な気がするんだよな。はい、押しました。はい。大丈夫？どうします？右行かれた方の話を聞きたいんですけど。右誰がいたんでしたっけ？僕とダチキンさん。赤紫水色緑の話。はい、はい。僕はコミュニケーションにたどり着きましたが、途中で停電になって、で目撃していたのは O2 で見たサントスさんとセンタンが最後です。うん。神宮寺さんは一度もお見かけしていません。僕は見た。私も見ました。はい。スナパイ視点では見てないんです。はい。お見かけしていません。ナダメさんの話は？ナダメさんは初手にアドミンに入ってったとこぐらいしか見てないな。アドミン行ったんだ。最終目的ないか、じゃあジンギさん。その後どこ行ったかは知らねえや、俺が先出てっちゃったし。竹雄さん誰怪しいと思います？で、神宮寺さん殺害のやつは、右の3人でしたっけ？でちょっと場所がよくなんか位置関係が分かってないんで、停電の最中にやられた感じ。まあセンターさんのセーフリポートで弁当を追うっていうのもなかなかどうかなって思うんで、ちょっとさ、うん、ミスリードかもしれないけどさ、弁当にあの状況で入るのって弁当から出てきた人な感じがするんだよね。その時はちょっと弁当見れてなかったけど、要はかかって開いたってことでしょ。要はそうだから入った犯人が、だからなんていう、歩いてきてた人だったらそのまま歩いて逃げる気がするんだよね。弁当の中に入るのを見られるのが怖いんじゃないかなって。いや、なんでもない。竹雄さんの話します。なんとでも言えるか全然わかんねえけど、絞れねえな。でも3人候補がいるわけでしょ。その竹雄さんの弁当もありえれば、センターのセルフもあって、でサントスさんもありえるってことでしょ。めっちゃ可能性広げるね。まあ、スナパイさんもありえますよ。あ、スナパイもありえんのか。4人のかも。じゃあ分かんない。僕はそんなに広げてない。僕結構竹雄さんだと思ってるから、ペアで行動します。なるほど。じゃあ竹雄さん、センターさんでお願いします。スナパイさんはないかな。あったとしても、サントスさんかな。この人に任せちゃう。あー、弁当開いたの見てないのと、あ
んとさん、いや見れない位置ではあったけど、さんとさん入った気もするし、なんとも言えんな。あー、あれさんだよな。まあだよな、だよな。可能性めちゃくちゃ広げてたもんね。あ、もうちょっと残せばよかったな、証言。竹尾さんまでは釣れる。あ、タチキンさんどうぞ。竹尾さんがエレクトリック、竹尾さんでは、サントスさんがエレクトリカルで死んでますね。てか、なんで、あの、竹尾さんカフェティナ一人でいたんですか。あ、もう、はぐれたから今戻ってきたんですけど。竹尾さんまで落とします。だよね、エレクトリカルでタスクやってる最中、みんな気づいてるかな、アルトさん怪しいって。ケンタさんとはぐれたんで、もうちょい残しときゃよかったな。残されると思わなかったね。うん。ごめんなさいね、竹尾さんがセンターとはぐれたのが事実だとしても、竹尾さん視点でセンターが殺されてる以上、センターの足取りを竹尾さんに伺うしかないんですよ。はい。で、エレクトリカル。竹尾さんから出るセンターの情報ってそれだけです。アルトさんの容疑の広げ方、不自然だったもんね。覚えてるかな。そうそう、いや残しとけばよかった。だから殺されないよう見せてたんだけどな。今ザチキンさんはな、エレクトリカル、エレクトリカルって言いましたけど、どのタイミングで出てきましたエレクトリカルから。ん？ザチキンとすれ違う直前ですか。タスクやってる最中にセンターさんいなくなったから自分がカフェテリアに戻ったんですけど、僕からコンビ組んでるから それは通らないね。あのよかった、どいて。何行動する割にはちょっと何もかもがいい加減だよ。そうだね。ちょっと太陽さん入れます。僕から組んでるから、ね、僕から離れるわけないから。何言ってんすか。怖っ。ケスカじゃないんだよ。なんで今テラスオさんに釣るんですか。やめてください。しかもなんで俺に入れたんや。ないな。ケオさんおもろすぎる。ここで、ここでそのネタだ。面白すぎませんか。盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりました。びっくりした。びっくりしましたね。私もなんか4いるからまあまあと思ったら。あ、そっか。同じ場所か。そうそう、同じ場所です。はい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 。でまあ4いるならまあ目撃者も的にまあまあまあいいかと思ったら死んだ瞬間もう行くかってひゃーってな。あれか覚えてないかな。僕、あーまあちょっと黙っとくか。僕が推理論中に言ったことを思い出してほしいんだよな。もうセンターさんドンピシャだったんで。あぶねー。おー、ザチキンさんが死んでる。アルトさんが殺しました。あ、違いますね、スナパイさんですね。うん、ってましたから。あ、ごめんなさい、どこでですか。ロアエンジですか。リアクター上、リアクター上、下やってる。僕リアクター上押してました。話した瞬間に血しぶき上がってスナパイさんが即レポートです。ちょっと待ってくださいね。じゃあスナパイさんはアルトさんですね。うん、下であのマシャカリさんがやってるのを見て上に向かったらちょうど殺してる現場。ゲンさんってどうですか、どこですか。ゲンカフェテリアでボタンを押そうとしてました。なるほど。で、これ初日から振り返った方がいいと思っていて、うん、まず初日って、初手右に行ったのがサントスさん、センタンさん、スナパイさん、神宮寺さんあたりだったんですよ。はい。で、この事件の犯人は竹尾さんです。竹尾さんだったっていうことが確定してるわけです。もう1キルの砂亀さんキルが、逆に我々にはできないんです。そうです、この4名の中だったんですが、で スナパイさんが少なくともその容疑から外れている以上、2キル目が発生しているのはアルト・マスチャカリ・ゲンのいずれかということになります。よって今回のケースだとスナパイさんは白なのでアルトさんというのは。いや、それはちょっと理論的にずれてると思うんだけど。めちゃめちゃ俺納得いったんだけど。なんだろう、あのどこに打ち付ける気なのかちょっと聞きたい。そうですね、ちょっと教えてください。右手に近いってことですかね、アルトさんの主張は。右手にしたい、うん、そうなるないと思うんですよね。うん、だってスナパイさんの足取りって俺わかんないし、だってシールドでしょ。サントスさんがちゃんと言ってくれてます。いや違う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 、スナザメさん殺しは全然右でありえるから、右下でありえるでしょ。だって俺エレクトリカルにいるんだよ。見てるでしょ、ゲンさん俺のこと。はい。
ザチキンさんも見てるはずでしょ、俺のこと。ザチキンさん死んでんだ。これごめんなさい、リアクター直したのアルトさんですか？僕だよ、だって上だもん。押すの遅くなかったっすか？いや、遅くない遅くない、だって俺が押してたんだもん。いや、ザチキンさんが多分直しに来て、それ殺したスナッパイさん見つけたっていうのが僕してる。違う違う違う、俺本当に押してんだって。いや、まさかさ、ここ間違っちゃダメなんだって、マジで。マジか、え、これでアルトさんじゃなかったら本当に。それで本当に俺じゃないんだよ。うーわ、もうマジかえ、どっちどっちどっち？わ、これスナッパイさんで。わかりづら。いつ切るできたんだ、もしかしたら。スナッパイさんなら。だったら怖い。よかった。よかった、危ねえ。勘弁してくださいもう。負けたかと思いました、一瞬。いやー、ゲンさん、見事です。素晴らしい。よかった、整理しといて。びっくりした。ゲンさんがすごい。ゲンさん、すごい。ありがとうございます。しっかり整理して。よかった。初日砂だめ切るってスナパイさん無理な話でしたっけ？ちょっと私そこちゃんと整理できてなかったかもしれない。全然いけますよ。だってスナパイさん、だって砂だめさん足取り僕しか知らないんだもん。砂溜めさんがただちょっとアドミンにいたっていう情報までで、はいはいはい、なんでまあそれ以降砂溜めさんがどう行かれたか見られてなくて、右にいた人があれだけ多いわけじゃないですか。だから右にいた人が全員砂溜めさんを見ていない以上、右では少なくとも砂溜めさん死んでないっていう。え、だって右下で死んでるでしょ。まあ一応コミュニケーションとか、右下で死んでるとか、実際に死んでたんだ、右で。右下で死ねるでしょ、あれは。あ、死に行けるのか。で、しかも武雄さんがアドミンに。本来は死んでた。オチから言うとアドミンで死んだんですけど、だからまあ一応ストレージの右下とかコミュニケーションでも、だからなんでそこ一本で釣りに来るんだって思って、ちょっと分かってた。だから可能性の多分話かなっていう、どっちの方が確率が高いかで多分ゲン整理したのかなっていう。ストレージだったらゲン最初位置ストレージなので多分見てる。あ、違う、コミュニケーションまでいけるんですよ全然。あ、そこまでいけるのか。はい、全然コミュニケーション中までいけます、全然。うん、ギリ間に合っちゃうのか。可能性の話かな、多分。なので、右下で殺せる確率があったから、なんでそこの精査せずに、俺に一本釣りで来るんだっていう話を、ゲンさんにしたかったんですよ。まさかりさん視点は。まさかりさん視点は遅いっていうのは分かるので、もうしょうがないですけど。まあ、だから多分、アルトさんが言いたいのは、可能性は、まあゼロではなかったよねっていう、うん、その多少黒目ではあったけど、黒目ではありました、真っ黒ではなかったよねっていう話ですね。ゲンさんの話を整理するとあれだな、僕的にはスッキリしちゃったな。マシャカリさんはスッキリすると思うんですよ。ただゲンさんして迷わせたかったんで、まあでも実際 ね迷ってたから怖いって言ってたから、多分本当に確率の問題だと思う。でしかもスナパイさんの最終位置が多分コミュニケーションあたりだったんで、そうそうそう、一応私がコミュニケアドミンなどすぐコミュニケーションに行っちゃえば、まあまあまあ一応可能性の黒白はちょっと置いといて、ゼロではないなっていう、うんうん、多分話かなっていうふうには言ったけど、私が行けそうだったからな。うん、まあとはいえ可能性からするとやっぱりまあアルトさんの方ができそうな気があったかなっていうのが客観的に見ると、ね、そもそも砂溜めさんの多分目撃情報アルトさんしか提出されてなかったですよね。うん、だから砂溜めさんが殺してれば提出することないじゃないですか。まあ、そうですね、そうね、それも通ってるね。そうですね、まあだからとはいえまあまあまあ可能性の濃い方だ、うん、でまあそれが正解でしたっていうのが今回のオチでしたっていう、うん、多分話だと思うので、ね、いやあと4秒って見た瞬間にこれ殺してる。まだ勝てっかって思って僕もびっくりしましたよ。あ、終わっちゃうと思って。あとはそのまさかりさんの最後に出したそのリアクターちょっと直すの遅くないですか、あれ地味にいいパンチだったと思ってます。はい、確かに。いや、嫌に押さねえなと思って。そうですね、あれはすごく、うん、確かに。いやー、スナパイさんが間に合う予定じゃなかったんだよな。なるほど。最終日3より4の方が白学2人で話し合えるから、そこはやっぱいいですよね、4人最後。まあ確かに、どう残り3人を殺そうか考えてて、武雄さんがリアクター鳴らしてくれたタイミングで僕だけだったんで、そうか、初手右っていうだけでスナパイさんは白を置いてしまったが、シールドとかコミュニケーションでも切るも一応可能っちゃ可能なんですよ。可能です。時間的には可能です、ね。うん、まあとはいえその右側にして多かったから、まあ発見されそうだなっていうのも、まあ確かにその、うん、それは客観的に見て、まあそれを白っぽく見るっていうのは、ではないです。納得なので、うん、はい。まあ誰もシールドコミュニケーションに降りてってないので、そこで殺せたでしょっていう意見を僕は押し通すしかなかったですね、スナバイさんに。あ、そうそう、キルのされ方がそうだ、その、武雄さん釣った日あるじゃないですか。はいはいはい。後に、その、さっき私が伝えしたサントスさんセンターのスナバイさんっていうのは結構いいペースで殺されていってるんですよね。だから、うん、私の推理が一応軸で当たってたという仮定なんですけど、白角の糸を消していってるのかなっていう推理を私元からしてまして、だからスナバイさんも白角っていう前提でちょっと話したことがあります。うん。うん、
まあまあでも結果としてそれがいい感じに、まあ結果的に、ね、噛み合ってはしたんですが、僕が右の人じゃないと思ってて竹雄さんと組んでるから、その辺もね、つながってるかなってちょっと思います。多分それ拾ってたんじゃないかな、間接的に。あそこたまたまなんですよね、竹雄さんね。いやでも先端さんのその最後僕の殺人事件の時 あのミスリードかもしれないけどって言ってた、その弁当から出てきた人が弁当からまた逃げていくっていうのはまさにその通りだったんですよ。竹雄さんが弁当から出てきた瞬間見ちゃって、あ竹雄さん来た来たと思ったらやられて、竹雄さんまた弁当入って逃げていくっていう流れだったんで、アドミン入ったら砂鍋さん死んでるっていうのが竹雄さん見えてると思うから、もうまさにその通りでした。あとあれ言おうとしたな、アルトさんがめっちゃ可能性を広げようとしてたから、右の人ってことですよねって4人で落ち着けようとしてたから、容疑者を、うん、だから僕が、うん、いや僕は竹雄さんしか疑ってないですって言って、うん、そう、でも、まあ、先端視点はそうなるかな、弁当がパカって開いてるからね、そう、だからそれをあの多分殺されないだろうから、うんうんうん、念頭に置いといてアルトさん疑っていこうと思ったら、あの即刻殺されました、まあ、竹雄さんが目の前で殺したのでリポートをされたらめんどくさいのでもう殺すしかなかった、速攻ダブルキルされた。竹雄さん消そうぜと思って竹雄さん、 僕が入ってきたタイミングで竹雄さんやるだろうなって思ってたんでやるだろうな竹雄さん怖かったもんな。とりあえずセンターと竹雄さんの元に行きたかったんですよ。サイコパスだな。怖すぎ。ゲスト。ダブルキルはめちゃくちゃもう2人ともうまかった。まあね、詰めれなかったからな、他視点とか全然わからなかったと思う。ゲスト。2キロ起こって死体発見が比較的早かったのに容疑者が絞れないっていうのはもう本当、いやあれすごいですよね。鮮やかだったね。お見事。もうちょっと我慢すればよかったかな、うん、タツキンさんやるの。どうしたらよかったかな。いやでも、あと1秒だったじゃないですか。そう、あと1秒だったんですよ。ね、いけると思ったら、多分タツキンさんが押してるんですよね。助かった。惜しい。タツキンは1回開いた後、間違えて閉じちゃったんで。閉じちゃった、閉じちゃったと思って。悪評の勝利。あいやあの、ナビゲーションに3人入ったの見て、あちょっともうちょっと泳がせてから、もうちょっと今だっつって、うん、個人的にはスナパイさん来てほしかったけどな、最後スナパイさんロアやってましたから、そうずっとロアいたからあでも向かったんだけど、いやでやね、直り寄せ直り寄せ直り寄せっつって向かった、いやー今のは見事でした。とにかく濃かったです。めちゃめちゃ感動。結局ね、ねお二人ともえ合ってるかなみたいな感じだったから、うん、初日分かんなかったですね本当。いやもう弁当の中から強人出てきたんでびっくりしたっす。いやしかもアルトさん早かった、私砂ざめ切る。あれもしアドミンにちょっと他の人がチラ見で見たら結構見つかる位置だったんで。あ最速ってこと？あ最初手アルト砂ザメがカードキースラッシュして、よしカードキースラッシュ終わったから地図見ようかなの時にはもう首がひねられて怖怖早いと思って、殺意高いからな2人。アドミン見てる、アドミンはまずいと思ってアドミンを見るなって言って首が180度曲がった感じの怖僕は弁当の上通るなって言われたみたいな感じでひょこっと出てきたんで、多分通ったタイミングで出てきて殺すっていう竹雄さんの算段だったんじゃないかなと思った。だからあれもしかしたらアドミンに3人目が来たら即発見されるぐらいな感じだったから、それすげえ。で結果としてそれがうまくいったんで、うまいキルだったと思う。あれはあの人混みの中の隙間を縫ってやってくるんですごいですよね。あそうか、アルトさん多分初手みんな右行ったのを見てアドミンに来る確率低いって読んでたのか。そうですね、結構ドサドサとさって動いてるのが見えたので、はいはいはい、みんな右行ったから、あこれアドミン3人目来なさそうだなってのを見て多分切る。ただちょっともうちょっと本当は安定進行取るのは砂溜さんはやっちゃダメなんですけどね。まあまあ3人目来たらおしまいなんで、そうです、ね、刺さってるからな、まあ、結局、まあ、とはいえ実際結果うまくいったから多分いい手だったんじゃないのかなとは私は思っちゃいました。